待って、あ、うらうら、皆さんこんばんは。 AKB48 チーム照島県代表ののんのんこと奥本彩です。よろしくお願いします。イエ、静電気やばすぎてさ、髪の毛がマジでまとまらなかった今日は。あと前髪超長い。よし、本日も配信を始めてまいります。よろしくお願い申し上げます。皆さん初夢はもう見ましたか？今日ね、今日が初夢の日だったんですけれども、いや昨日結構遅くまでゲームしてて、夜結構遅くまでゲームをしてて、で朝ねパッて起きたら、で この部屋でこのソファーに座ってゲームをねしてたんですけど、パッて見たら、パッて気づいたら、朝起きたらお布団にねちゃんと寝てたんですよ。え、いつ移動したっけと思って、いつ移動したかな部屋のと思って、でなんかね夢を見てたの部屋のも、夢をなんか見てたんだけど、もう誰が出たかもう、どんな夢だったかも忘れちゃって、でも夢は絶対見たの、なんか見たんだ。さ、なんかいつもの夢見ないんだけどさ、なんか昨日にかけて見たんだよね。けどどんな夢かも、どんな夢かも、誰が出たかも忘れました。以上私の初夢でした。マジで覚えてないんだよね、昨日の夢もいつ移動したかも覚えてない。なんかソファーにいたのに急にお布団にいたから、まあどっかで移動したんだろうなと思いながら、すごくない？寝ぼけながらさ移動するって面白くないですか？初夢に奥本さん出てきませんでした。あらら、だいたい夢って忘れちゃった。残念。わー、こんばんは。忘れちゃったよ。なんで夢に出てきてくれないんですか？ごめん。それはさ、出演料前払い派なんだよね。出演料前払い派なの私だからだと思う。あとは皆さんが気になっているだろう、あの話をしましょう。あの話、そう、お年玉ですよ。お年玉の使い道ですよ。果たしてひやのちゃんは今日は使い果たしたのでしょうか。実はですね、今日起きたのが、まあ、1時13時40分過ぎぐらいで、そっからねお風呂に入ってご飯を食べて、で3時半、3時ぐらいにパパにお買い物に連れてってもらいました。連れてってもらったんだけど、欲しいものが、H&M の新作のあのなんかジャンバースカートみたいなやつ、そう、今日と思ってめっちゃ人いて、
まずザラからね。お店を見たか思ったんだけど、そうめっちゃなんかねえみたいな思ってたんだ。違ってで、なんかそれもそこでもなんか見た感じなくて、カードが欲しいんですけどって言ったら、あ、少々お待ちくださいねって言われて、やだの、お目当てのものが全部なかった、全部なかったんです、私のお目当てのものが。もうショックすぎて、えみたいな。そうだからね、お目当てのものが2つも買えずに、本日もう命かけて、だってさ、人混みの中に行くんだから命かけてるよね。もう命かけて行ったのに、買ったのは弟がスタッフ、弟中学の時スタバなかった、マジ。欲しい服おいくらなの？ H&M の洋服は多分4000いくらとかじゃないかな。いや、 H&M はプチプラだからね。待って、なんか待って、なんか痛い。開店前並ぶ？それはないそれはない。スタバの注文もマジで謎、任せて、スタバのプロだから行きまくってる本当に。
何の周りはどんなお店でもあるんだね。俺は弟くんと友達になる弟くん友達になるな。一番難しい注文ってどんな感じになるんだろう。私です。こんばんは。こんばんは。見た、みんな高校サッカー。あれやの、広島だけなんか。でもネットでも見るよね。弟も将来出場するかもしれん。どうだろうねどうだろうね。今日も可愛いです。ありがとうございます。充電してるさ発電やばいと。だから多分携帯充電できる気がする。もう踊った。またね、見てくださる。嬉しい。なんかでも秒でつけるから。
袋買えば。福袋はね、欲しいものが入ってないじゃん。とりあえず聞いてください。これだけ、もうこれだけしか。絶対に何も見ないから、明日は。明日は強調する。もう決めたの、本当にガチ。結構ガチだから、これ。明後日はバイク買います。いや、わかんないよ。もう欲しいものが出てきたら買っちゃうかもしれないけど、欲しいものが出てこなかったらもうそこで試合終了だから、ピピー宣言した。もう宣言したから、あとはまあ待ってさ、欲しいものを買うためにもらえるじゃん、でしょ、じゃん。だからこの5個だよ。貯金っていう概念はないですか？ないです。ないです。お金足りなくてカードで払いそう。変なカード持ってないもん。だって17歳だもん。カードなんて作れないだもん。まあまあ買いますね。いや、そんなことないです。5個だけです。いいんです。いいんです。ママ、こんばんは。将来カードを持った後が怖い。ミサと話したの、自分らは絶対カード持ちダメだよねっつって。アイちゃんみたいにつけ払いしちゃダメだよ。アイちゃんつけ払いのプロだから。おいっ子全貯金してます。やば、おいっ子偉くね、おいっ子偉いな、偉いと思う、いい子に成長するだろう。パパのカード無駄で使っちゃダメだよ。え、カードってさ、なんだっけ、なんだっけ、パスワードをさ、パスワードを使わんと無理じゃない？知らんけど。ミサすごく忠実そうだけど違うの？ダメ、風評被害になっちゃうから言わない。あ、堅実っていうの、これ忠実じゃなかった、堅実か。暗証番、そう、あ、そう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 、暗証番号なかったら使えなくない？無理じゃない？なんかいつもなんかパパとかがカード使ってる時暗証番号やってるイメージ。ミスは堅実に見えるけど、堅実だよ、当たり前じゃん、当たり前じゃん、堅実だよ。ドゥ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 。ミスは貯金の鬼って感じするけど、そうだよ、ミスは貯金の鬼だ。絶対将来カード持たないから、マジで持ったら秒で終わりそう。どういうこと？カードってさ、引き落としってことなん？そういうこと？
で将来持ったらヘルマジ危険だと思う。こんばんは、こんばんは。通帳から引き落とし。そうなんだ。へえ。来月引き落とし。そういうことなんだ。まとめて引き落とされるんだ。こんばんは。今日は何の話ですか。今は大人の事情の話です。いわゆるクレジットカードです。まとまってくる。でもさ、その時にさ、その時にさ、お金その口座にさなかったらさ、支払いくない？口座から引き落として請求書が届く。カードとか iPhone のキャッシュレス決済はポイントが結構貯まる。ポイントが貯まる。クレジットカードならいける。よくわかんねえよくわかんねえよ。よくわかんないからカードは持ちません。でも自信がある。ヒャンノはギャンブルには絶対にはまらない自信があります。あとなんだっけ、ホストとかギャンブルとかには絶対にはまらない自信があります。楽天カードならすぐに作れる。貯めるなら楽天ポイント、なんとかかんとかワンフル。それは頼もしいだろ。任せて。絶対に絶対にはまらない自信しかないから。メイド喫茶はハマってない。あれから1回しか行ってない。楽しかった。ポイント貯まるから水道代とか毎日払うやつはカード払いがおすすめ。なるほどな。ポイント貯まったら何かいいことあんの？ポイント貯まったら何かあんの？なんかこれが買えるよとか。ブラックになる。あー、ブラックカード。普通にお金みたいに使える。めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。買い物できんの？それでめっちゃよくない？それめっちゃいいじゃん。めっちゃ良くないそれ。じゃあヘノのカードで使った方がいいかな。あれか、スタバのカードみたいな感じか。 D ポイントみたいな名前。 D ポイント5周年みんなのおかげよ。お、キラキラボスさん、ハートありがとうございます。ありがとう。だから楽天ポイントで踊るんだよ。楽天ポイントワンダフル。使うなら楽天ポイント。お、キラキラボスさん、ハートありがとうございます。ハートありがとう。テテレテテテテテテレテテテテテテテ。 T カードとかポンタカードとかと一緒。カード類持ってないからな。ワオンとワオン、スタバ、スイカ、スイカも携帯か。あとポイントカードしか持ってないです。電子マネーは使ってるの？ペイペイとかラインペイとかは使ってないですね。電子マネーはスイカしか使ってないかな。こんばんは、こんばんは。
リボ払い一生はどういうことどういうこと先にチャージするやつはいいけど、後払い、そうだから追加はあのチャージするやつかな。ペイペイは変換があるときだけ使ってる。ペイペイ使ったことない。ミスターがペイペイ使ってるの見たことある。ゆかりさんなんでアナログ、アナログ派。お金とかはあの出す。あと弟はペイペイ使ってるよ。ペイペイでよく言ってるよ弟くんペイペイ派だよ。ペイペイでって言ってる。パッ。口しか財布ないってない。でもさ小銭出すのだるくてさ、小銭出すのめんどくさくてさ、いつもその1000円とか5000円とかで払っちゃうからさ、小銭が溜まってて小銭おばさんになるんだよね。リボ払いは毎月の引き落とし額が決まってるやつ。へえ。それ以上、それ以上買っちゃったらさ、次の月にまたってこと。中国でペイペイはすごいどういうこと。そうなん。待って、クッションでさ、リボダメ絶対。そうなん。お釣りの計算とかできるの。うん、しない。え、分割とかは分割って何。永遠に払うリボ払い。え、じゃあそういうことやんね。だってさ、もしさリボ払いのさ平均がさ1万円だとしてさ、1万以上買っちゃったらさ5000円、1万5000円買っちゃったら5000円次の月にさまた引き落とされるやんか。でも次の年も、次の月もさ1万5000円買っちゃったらさ、もう1万借金になるってこと。そういうことやんね。こんばんは、こんばんは。残った分利息が終わる。利息が、利息もあんの。やば、ほぼ借金じゃん。やば、怖っ。やっぱクレジットカードは怖いね。だからママいつも一括でって言ってんのかいつもカード使うとき一括でって言ってる。一括ってどういうことかなと思いながらって聞いてた。怖いから気をつけてね。クレジットカード怖いじゃん。やっぱ現金が一番じゃん。これは経済学配信経済学ポイントもすごい。一括でってめっちゃ言ってるまま、いつも。交通カードが一番安全。スイカ、今日リップ塗ってるよ。粘膜リップ塗ってます。トイチでお金貸せよ。トイチって何。日本円だけじゃなくてドルとかも持っといた方がいい。どういうこと、なんで。そうなん。リボ払いさえはポイントつきますよとか罠がある。やば、一括が一番安全確実。ポイントを分得をする。へえ。じゃあ一括しか勝たんね。もうみんな家とか車も一括で買っちゃおうぜ。一括でっつって。トイチ12日で1割の利子が発生と。そうやないかいそうやないかい。おー、こんばんは。貯金しないと。
課金はしない。円の価値が下がったら困る。円の価値が下がることあんの？とりあえずカード作るとしても1枚にしないと管理しきれなくなる。カードは1枚。カードは1枚。本当なら車や家も一括がベスト。でも高いからね。なんか難しいこと言ってんなみんな。こんばんは、こんばんは。なんか眠たくなってきちゃった。ひなちゃん、この文章を見てたら何円高ドル安って、なんだそれは。円が高くてドルが安いってこと？家はローンで買って運用した方がいいのでは？どういうこと？運用って何それ？家やマンションを一括で買おうとしたら60歳ぐらいまで持たないといけなくなる。ほうな。国から5000円この前もらった。どういうこと？つまりどういうこと？なのにカードを作らせない会結成よろしく。握手よろしく。使ってない部屋を貸す、それがローン？マンション買って貸し家を買って他人に倍地より高く売るんだよ。それがどうし、それが何、それがローンってこと？あ、賃貸にする。賃貸って言うのこれ。もうやだ。運用ってなんだっけ？ちょっと待って、もうやだ、なんだこれは。あ、ローンで買って運用。まあつまりどういうことだ、つまりどういうこと、つまり、つまり借金はやめましょうってことだよね。そういうことだよね。つまりそういうことよ。でも絶対大学経済学やめとこう。無理無理。将来儲け話とかのちだめでも任せて、そういうのは大丈夫だから。いやマジ壺は買わないと思う。あとあれでしょ、あの連帯保証人になったらダメなんでしょ？知ってるよ。なんかよくさドラマとかでさ、連帯保証人になっちまったよみたいな聞いたことある。チェキ券は買おう、大事。よくわかんないよ。あとマガトモとか買ったらダメよ。みんな。よくわかんないよ。ひなちゃんは毎月決まった額が入ってくる。なんだそれ、なんだそれ。明日買ってきたくわ蒸してくれる餅。連帯保証人は
責務者が払い支払い能力がなくなれば終わり。なんだそれ。買うなら金が一番安全である。それな、矢野は金しか勝たんと思う。マガタマ売ってるの知らん。矢野ちゃんにはみんなが何言ってるんだか理解不能だ。債務者、債務者、金、金が安全、金が安全。ギャンブルをやるのにパチンコとかも絶対できないと思うんだよね。こっちはできるよ、こっちはできるけど、カタカタの方はできないと思う。眠たくなっちゃった、この話してたら。こっちはパチンコできるよ、こっちはパッ。チームメイトの衣装を売ったら高く売れる。もうバレンタインで意識してる？バレンタインで部屋の目標絶対作んない、絶対作んない今年は。だってもう去年超作った、マジ作った、去年やばかったもん、やばかったもん、昨日100何個作ったんだよ去年。もう今年絶対作らない、もらったのだけホワイトデーに返す。H&M の欲しい服は他の店舗なら買えそう。わかんないんだよね、売ってるかどうか。見てみないとわかんない。明日他の店舗行ってみてなかったらもうショックすぎて泣いちゃう。去年マジ100何個作ってさ、超大変だったから、今年は絶対作んないから。部屋は作んないで、もらったやつだけホワイトデーに返す。なんか年賀状とか出さないよね。出したよ、メンバーに出したよ。温暖化面には毎年出してますよ。温暖化面と友達と、あとは小学校の先生とかにはお年玉出しました。この電波は遠いのかな。 H&M がね、広島自体にあんまないんだよね。今日行ったとこと、あと1個ぐらいしかないから、矢野が知ってる中では。メンバーの住所知ってる？メンバーの住所ウィキに書いてあるじゃん。メンバーの住所けのウィキで調べてよ。年賀手書き印刷、印刷手書きはむずい。明けましておめおめ。みんな調べてみ。奥原ひな子住所、ゆきが全部教えてくれるよ。てて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 、調べてみ、推しの住所。ミキが、ミキが、ミキが教えてくれるよ全部。家族写真載ってる？うん、弟と部屋の写真しか載ってない。フランジシ書いてるのか、書いてあるよ。また風評被害になる、確かに。やべやべ、いつぞやのイベント会場の住所出てきた。しんど、しんど。誰の？ミスター？
抽選年賀状なんかね、パパがね毎年作ってくるんですよ年賀状。それになんか住所書いてる、住所は印刷か、それを送ってる。皆さんは年賀状書きましたか？ちゃんと自分で書かないんだ。書かないよ。でも LINE でもちゃんと明けおめって言ったし、着物の写真、うん、普通の私服。どんな一筆入れんのかな。一筆入れてないな。学校の先生にしか入れてない。明けましておめでとうございます、お会いしたいですとか、またステージ見に来てくださいねとか。なのでパソコン使えるのかな。無理かな。 iPad。 住所分からない、劇場に送ったらいいやん。しんどメンバーの、メンバーのだったら LINE で住所聞くわ、教えてくださいっつって。今は年賀状書かないよな。 LINE で嘘もんね。だって LINE で明けおめっつったらいけるもんね。一緒の話しかしない。一瞬中帰った、一瞬ね、一瞬ちょっと母国帰ってた。パッ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 パラ。メンバーの住所話したから言っちゃったからか。それではね、私の電話番号を発表したいと思います。私の、でもさ、どういう話をされたらバンされるのかな。電話番号を話したらバンされるかな。どうだろうね。お金の話したからバン、まあ、そういうことね。お金の話しちゃったからか。どじどじやってみよう。電話番号の話、いいよ。010だから。毒やねん、毒やねん、010って。覚えた、覚えた、覚えた、ほんと？やった。010って存在してんのかな。どうだろう。怖くて書けん。海外通話、海外通話、家電話、家電話010333333351。110。私の電話番号は110です。よろしくお願いします。0120、聞いたことない。0120100929なんとかクリニックみたいなの聞いたことあるよ。火星につながったら料金高そう。料金高いよ、だって家電でしょ。家電火星だもん。だって110かけたら交番に行ってくださいって言われた。振動フリーダイヤル、フリーダイヤルが1201やん。捜査一課長のの一課の奥本です。事件ですか。一課の奥本です。事件ですか。やっぱ警察学校行きたいな。かっけえ、かっけえよ。警察学校行ったらさ、やめなあかんかな、この仕事。どうなんやろうか。やめたくないけど警察学校に行きたいんだけど。かっこいい。やめなあかん。そうなん。じゃあやめとこ。二刀流とやってほしい。こうやって
ペン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 駐車違反しても見逃してくれそう。まあクリームパン1個で手を取る。弟くん警察官のとこだ。弟くん警察官ダメだよ。弟くんは医者になるから。ポトカーで巡回するの？うん、キックボードキックボードで巡回する。キックボードで違反車追いかけるから。変ビューンビューンビューン。ミニスカポリスになるから。ひゃんこうやってキックボードはマジしんどい。ペガサスだと思ってた。あ、白馬とかどう？白馬警官、白馬警官、白馬にまたがったミニスカ警官とかになろうかな。どう？よくない？なんか名物警官とかになりそうじゃない？それでもちゃんと一家だから。ちゃんと一家だけどミニスカなの。ミニスカ白馬に、白馬にまたがってこうやってピピーっつって、二刀流。UFO 持ってる。 UFO はさ宇宙規模やん。いやだ、この星を守りたいから。この星守りたいの。宇宙はねとりあえずいいよ。この星を守りたい。DJ ポリス。何 DJ ポリスって。トゥ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 みたいな。ヘイ、そこの、そこの違反車、ヘイ、ちょっとストップしなよーみたいな。ストップしなよー、ヘイ。トゥトゥトゥ。ストップしなよー。この星を守りたい。そう、この星を守りたいの。この、プライドにかけて、この星を守る。そんな、そんな感じ？ストップ。ストップしなよー、ヘイよー。こんな感じ。何の話や、何の話やねん。 You お酒飲んでる You ストップストップみたいな。こっちから、こっちから聞いたことある。ということでね、意味がわからないのでそろそろ配信終わりたいと思います。10歳のぶっこぼっちゃさん、ありがとうございます。12いちさん、ありがとうございます。11あいんどさん、ありがとうございます。10ひでさん、ありがとうございます。9ひろりさん、ありがとうございます。8くましろさん、ありがとうございます。7なつどな、ありがとうございます。7く、あ、間違えた、うん、7なつどな、ありがとうございます。6かいしさん、ありがとうございます。5ももとれたあまどんさん、ありがとうございます。4位は、キラキラバさん、ありがとうございます。3位大ちゃん、ありがとうございます。2位コバさん、ありがとうございます。そして1位はドゥルル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 ドゥン、黒岡源四郎さん、ありがとうございます。黒岡源四郎さん、ありがとう、ありがとうございます。キャッチフレーズをしたいと思います。それがもっともっと思って言ったら、もっと思って言ってください。いきますよ。もっともっと、奥もっと、ありがとうございます。笑顔と元気を届けます。広島県から来ました、17歳、ロンドンこと岡本ひゃんです。よろしくお願いします。イエイ。よろしくお願いします。キャッチフレーズを、間違えた、キャッチフレーズしたわ。はい、ということで、今日は、経済の勉強と将来の夢について語りました。本日もご来場いただき、誠にありがとうございました。また来週。また明日もしたいと思いますので、ぜひ見てください。それでは。ありがとうございました。バイバーイ。3、2、1、0。アデュー。バイバーイ。